んにちは。ベランピンク式もの、ね、前回ですね第2位を紹介、まずベランダに出て、ベランダのスペースある方はですよ、ベランダに出られて、ただベランダの地面が、まあ、アスファルトとか、あと塗装加工されたようなものであれば、まあ、なかなかですね、あのスリッパを持って出るっていうのも億劫ですし、あまりそういった機会もないのかなというふうに思います。で、その雰囲気を変えることで、まあ、ベランダに出る機会を作ると、まあ、ステイホームだとしても、まあ、そういった状況で外の空気を吸えるというところで、芝生ですね、この芝生、100均で買った芝生を敷いてみてはどうですかというふうに、ご紹介したかと思います。でこれは敷くだけだと、敷きっぱなしっていうのが難しいんですよね。要は、まあ、置きっぱなしにしとくと、ベランダに。そうするとこれもう軽くてペラペラなので、まあ、風が吹くと飛んでいくという感じになって、もうしっちゃかめっちゃかですね、ベランダが。なので、まあ、ちゃんと1回1回で、そこでこれをどう敷いたままの状態にしておけるかっていうのが一つのポイントで、それで、まあ、便利なものがありますので、今日はそちらをご紹介しますね。ベランピンク敷物編第2位はこちらになります。第2位、100均プラスチック芝。これも実は100均でどこにでも売ってるんですけども、プラスチックで、なんていうかな、厚みがあるんですよね。これわかります、この厚みの違いで。これプラスチックなので、まあ、これをよく敷いてる方もいらっしゃると思います。まあ、これを敷けばいいんじゃないかっていう話もあるんですが、やっぱこうプラスチックは若干痛いと。で、まあ、靴下履いてますけど、痛くはないんですよね、この状態で押し付けて、まあ、痛くないっていうぐらいですねちょっと表現下手くそですけど、まあ、芝の真上だともうすごく気持ちいいんで、毛って言いますね、芝の当たり心地が気持ちいいんで、まあ、これを全部敷くよりもやっぱりこっちを敷きたいっていうふうに思うかと思います。まあ、それはもう個人の考え方次第ですけどね。あとこちらの方がこうデザイン的にも、じゃあなんで今日これをご紹介するかっていうと、まあ、これがこう使い勝手があってっていうところをご紹介したいと思います。で、何に使うかっていうと、これの重しです。要は、風が吹いた時にこいつがベランダに敷きっぱなしだったとしても飛んでいかない、そういったところでこれを活用できる、意外と便利なので、こちらをちょっとご紹介したいと思います。前回お見せしたのがこちらですよね。100均で買った芝をベランダの上に敷いているだけ。ただこの状態だと、まあ、ベランピング、まあ、例えば外で食事とか、まあ、その日一日ベランダで過ごした後に、終わればこの芝をまたこう回収しないと、風が吹いた時に飛んでいってしまうリスクがあります。こちらペラペラなのですね、これなので、こちらを重しに使いたい。で、どう使うかっていうと、周りに置いていくだけです。要はこの厚み、この厚みが風をブロックするのと、これが連結することで重みを持ちますので、要はこれ自体も飛んでいかない、その2つの利便性を利用して、これを周りに敷いていきたいと思います。ちょっと芝生の上にここの突起部ですね、連結の突起部を重ねるイメージですね。
かくっつける。これとこれがこの連結部で、こんな感じで簡単にこう2つ連結できるんですよね。これに比べてこれが2つくっついてる状況、まあ、これをくっつけていくだけです。発売速度をお楽しみください。終わりました。どうですかね、まあ、雰囲気としては芝だけを置いてる方が見栄えはいいと思います。やっぱちょっとこう違和感がありますけど、ただまあこの状態でまあ、芝を、この芝をですねベランダに置きっぱなしだとしても、今ちょうどこう周りを重みでガードしたような形になるので、これがまあ多少の風では飛んでいかない、まあ、下手したら台風とかでも大丈夫じゃないかなって個人的には思ってるんですが、まあ、連結させることでそのプラスチックもかなり重みが増強されますし、まあ、これがこうコの字になってますんで、そう簡単に風で持っていかれるっていうことはまあ周りはないはずです。なので中にあるこいつもこいつだけが飛んでいくっていうのはまあちょっと考えにくいかなというふうに思っています。まあ、分かんないですけどね、これ台風が来るとしたら真ん中部が多少のこう、歪みがあったりするとそこがに風が当たって持っていかれることはある可能性はあるかと思いますけど、こんな感じですね。まあ、これはこれでこういい空間だと思える人もいるでしょうし、まあ若干芝だけに比べるとまあ違和感がある方もいらっしゃるかと思います。ただこれを敷くことでまあ先ほども申し上げた通り、芝だけを、このペラペラの芝がまあ風で飛んでいかないという効果を持つんではないかというふうな感じで期待しています。でちょっとこう殺風景な感じなので、こういったものをですねまたちょっとこう工夫して、おしゃれな感じにできたらなと思っております。はい、で今、お見せした通りですね、このプラスチックの厚みのあるやつ、自分これ最初100ミリ見た時にこれ何に使うのかな、こんなん使えんのかなって思っては見たんですね。大体これを買うと、この芝ですね、100均の芝を買うとその横に売ってるんですよ、こういうふうに。でこれ何使うかになっていつも思ったんですけど、分かんないですよ、本来の使い道はこれだけで敷くとかなんでしょうけど、こういった活用ができるんじゃないかとふと思って購入したというふうになります。まあ工夫をしたっていうだけですね。これをこう敷いて、重みを利用して、またこの厚みがですね風をこう妨げて、そういったところを利用して芝とこのプラスチックの、芝、これをうまく利用することで、この芝を敷きっぱなしでも飛んでいかない、そういった環境を作ることができたかと思います。これおすすめの方法なので、こちらも100均です。芝の、ベランダの広さによってはお金がかかる方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、手頃というところでですね、もしご興味のある
際じゃあ。